やってみます。やってみましょう。パンには2種類あります。まあ、いくつかあるんですけど、とりあえず大まかなので裏側に回るのと表に回る、2つある。よく違い分からないかもしれないですけど、表に回るってこういうふうに回るってことなんですね。あとは裏っていうのはこっちにこう回るってこと。これがえらい違いなんですけど、裏で回るっていうのは非常に簡単なので、じゃあ裏で回るやつをやりたいと思います。まずこうなりますね。でしゃがみますね。出て、これをさらにひねってください。で右向きます。はい、このポーズ。はい、ここから見てくださいね。ここから遠心力でこういうふうに右足に乗ります。乗りながらこうやってブンってちょっとやってみましょう。せーの。はい、はい、逆です。分かんなかったです。こうなりました。しゃがみました。出しました。右足になりますよ。見てください。ゆっくりやりますよ。見てくださいね。右足になります。こうです。せーの。そうです、そうです。生まれました。思ってるかかっなんでできたか分からない。そして向こうは前向きますね。そうするとターンって1回回ってると思うんですけど、実は半分しか回ってないんですね。なぜかというと、ここからスタートするんです。だからここから反対側に向けばもうそれで1回です。フラターンは半分で済むので、見てくださいね。こうやってシュルッと回ればそれでもう1回に見えるんです。で今日は1回に見えるターンを集中してやりたいと思います。もう一回で基本から。足開きました。右側乗りました。まだ足伸びて伸ばしますね。で曲げます。手出します。ひねります。で右足に乗りますよ。せーの。右足です。そうです。回れた方いらっしゃいます？あ、大丈夫。はい、回れなかった方は多分こうなったと思います。こういうふうになったと思いますね。で前に進もうとしてください。ここから見てくださいね。向こうにこう進もうとしてください。そうすれば回れます。向こうに進む。もう一回いきますね。1、2、3、4、5、6。せーの。はい、そうです。でこれで反対側もやりますね。せーの。はい、回れた。回れました。左足になります。せーの。左足、はい、ひね